迎撃ミサイルパック3の岩手県と秋田県への配備が31日完了しました岩手県滝沢村の陸上自衛隊岩手山演習場のパック3は演習場の北東部に据え付けられました高さおよそ7メートルの発射機はミサイルを4発ずつ搭載し最大で16発まで発射できます 秋田市の陸上自衛隊アラ演習場にはパック3が3機配備されました100万平方メートルの広大な演習場の一角におよそ100メートルの間隔を置いて設置されさらに100メートル離してレーダー装置や通信機器が置かれていますミサイルはおよそ45度の角度で日本海側に向けられています